と思います。で、ネットビジネスでですね、聞かれてるのが、月に10万円稼ぐにはどうしたらいいですか？あと、金額で刻んできてるんですけども、結構。2万円稼ぎたいとかですね、3万円稼ぎたい。まあ、5万円稼ぎたいとかですね。あと、まあ、学生が稼ぐにはどうしたらいいんでしょうかっていうようなこと聞かれてるんですけども、まあ、これ、インターネットの世界はもちろん学生とか関係なくですね、正しいノウハウで、一定期間続ける。正しいっていうのが大事なんですけども、っていうのが条件ですね。で、学生であろうが、女性であろうが、男性だろうが、主婦だろうが、サラリーマンだろうが、どんな人でも同じように結果が出る、再現性があるのが本物の手段、本物のインターネットビジネスってことですね。で、まあ、10万円、月2万円から10万円まで聞かれてますけども、まあ、本物のノウハウっていうのはですね、これだけ稼げるっていう、まあ、もちろん選ぶジャンルにもよるんですけども、金額関係なくですね、青天井で稼げる方法っていうのはちゃんとあります。なので、最初から大きい金額を目指さ